今回ブレスチュービーというアルバムでこう自分がお世話になった街だったりとか印象に残ってる街の曲を書いてアルバムにしたので、自分が思いを込めてその思い出のある場所、お世話になった場所に対して作った曲がやっとその場所で演奏できる喜びっていうのがすごくあって、その場所でしか生まれないものっていうのが絶対生まれるので、なんだろう、本当に土地に感謝するツアーみたいになってますね。すごい、川の上に雪が積もってる。ボストン落ち着く。うん。なんだろうな。ほっとしますよね、来ると。なんかあのスカラーズのオーナーのフレッド・テイラーっていう、私がずっとデビューの頃からお世話になってる方がいるんですけど、彼も絶対にいつも到着すると Welcome back home って言ってくれるから戻ってきたって感じがある。思い出、やっぱり初めてデビューして初めて自分の CD を CD 屋さんで見た街がここなので、その日は本当開店時間に CD 屋さんに走って写真撮りましたね、自分の CD 持って音楽をやっている人っていうのが世界中にこんなにたくさんいるんだっていうことですね。当初やっぱり学生だった頃に世界のいろいろな町からこう学校に来てミュージシャンを目指して頑張っている生徒がたくさんいて、出会う人出会う人全員がミュージシャンっていう環境がそれまでなかったので、わあこんなに本当に星の数ほどいるっていうのはよく聞いてたけど、本当に星の数ほどいるんだな、じゃあこの中でどうやって私はこう本当にミュージシャンになっていくんだろうっていう、自分がどうして音楽っていうものをやりたいのか、どういうふうにプレゼンしていきたいのかっていうことをやっぱりすごく考え直させられたというか、それがやっぱり一番衝撃的でした、音楽をやる人の数の多さ。大きい袋がない、いっぱいあるんですよ、あれでも大きいのがない、ちっちゃいのしかないのかな。ボストンっていう街で本当に毎日夜な夜なそこの学校で出会った生徒とセッションをして音楽について本当夜更けまで語り合って、そんななんか学生生活だったので、本当いろんな人とセッションして、で、まあ、ポテトチップ食べたりとか本当に飲んだりして、まあ、そんな中でもいつでも音楽があったっていう、そんな生活の様子をやっぱりボストンっていうとやっぱ思い浮かぶので、それで一番自分が好きだった、いつも傍らにあったケープコットチップスっていうタイトルをつけたんですけど、本当に
いい思い出が詰まった町です。ボストンは本当に凝縮された学生生活。Thank you.
My life is like trying to find the places to be. なんていうのかな。日本こう世界をツアーしていて、人に支えられて生きているなっていうことをすごく感じるんですね。で、それはもちろん演奏していて来てくださるお客さんもそうだし。それこそ街で迷った時でもいつでもいいんですけど、やっぱり一人でやれることっていうのには限界があって、そこにいろんな人がこう優しさを持っていろいろサポートしてくれることで、自分がこうきちんきちんと毎日積み重ねていけるので、今回は本当に大感謝祭みたいなツアーになるかなと思って。Mesame Nanzeles Kubia, the gambler. Isia Mobnet. Very bravo! Yes! You are speaking Georgia! Very nice! Very nice! You see? It's so beautiful! I don't know what to say for you. Nobody tries to. Yes! Talking, Georgia speaks something. How it's too hard. Tell something. Nobody knows.
twice. その全く事前に知識のない一体どういう国なのかわからないところに初めて行って、あれだけ温かく迎えていただいて、本当に音楽というもので出会ったことがなかった人たちとここまで感情的につながれるんだっていうことがもうたまらなかったですね。気持ちのぶつかり合いというか、絶対にもう一度戻りたい場所だと思います。うん。Thank you. See you again. いつも挑戦にあふれる場所です。本当にニューヨークっていう街は音楽が毎日あふれてるので、すごくこう耳が肥えてるお客さんがたくさんいらっしゃって、そういったすごい音楽ファンの方もたくさんいる中で、ブルーノートっていう場所に観光として来たツーリストの人もたくさん来るので、全くかけ離れた客層がこれだけ一気に一つの場所に集まることっていうのがなかなかないので、それでいつもその人たちがだんだんこうブレンドして一つになって、最終的にみんな同じ気持ちになるっていうことがやっぱり自分にとっての目標なので、そういう意味ではやっぱりすごくチャレンジのある場所だなって。
その BQE という道をやっぱり空港に行くときに、また空港から帰ってくるときに必ず使うので、そうするとやっぱりいつもこうニューヨークに帰ってきたなにしても、これからツアーに出るぞにしても、すごくこう気が引き締まるというか、ニューヨークっていう場所はやっぱりホームであるけれども、いつも目まぐるしいチャレンジが待っていて、その様子を描いた曲なので、そうし続けて、一つでもたくさんの笑顔に会うこと、その笑顔に自分がエネルギーをもらうし、もっともっといろんなことが表現できるようになりたいとか、もっと上手くなりたいとか、そういった気持ちになるので、とにかく一本でも多く、一つでも多くの場所に行ってライブができたらいいなと